突然ですが、だらっと格闘雑談チャンネルのお時間です。本日も何かしながらお聞きください。おすすめは下半身を馬にしながらかな。はい、今日はですね、いつもだったらたくさんあるトピックスの中から、まあ、皆さんもね一番興味を持ちやすいだろうというものをですね柱にして話していってるんですが、そうじゃなくてね、これ始めた時にだらっと格闘雑談なんでね、もうちょっとね伸び伸び自由にフリーにやりたいなという風なね気持ちがあったんですね。なので今回はねちょっと雑談の方を多めにね、再生回数もね気にせず伸び伸びねやらせていただきたいかなというふうに思いますので、まあそれでねいい人だけ聞いていってください。下半身を馬にしながらよろしくお願いします。ただですね、メイントピックがねないわけじゃなくてですね、まあ数日前の話になってしまうんですが、那須川天心選手が自身のインスタライブで、タケル選手とロッタン選手どっちが勝つと思いますかっていう質問に、まあロッタン選手だと思いますよって答えたこととか、タケル選手もねインタビューで那須川天心選手に負けたら引退する意向を明かしたなどあるんですが、今回はこの話は置いておいて、私が一番気になるトピックはですね、はい、やっぱりね私の応援している我らがバッサーですね、格闘界のバッサーこと堀翼選手ですね、あの K1 の公式から上がってたんで知ってる方も多いかと思うんですが、まあ、4月23日後楽園で試合ありますが、堀翼全裸新聞ダッシュでスピード強化っていう動画が上がったんですが、これがですねものの数十分ぐらいで、即ですねアップロード主様に削除されましてこの動画はありませんと、なったんですが、それからね 1,2 時間後ぐらいかな、またね再アップされまして、まあ、これがどういった動画かと言いますと、公開練習だと思うんですが、きっとと思うっていうのはなんでと思うかなのかとかと言いますと、全裸新聞って何なんだと、これはどう練習につながるんだっていうところなんですが、まあ全裸になりまして、で新聞紙をね1枚だけその股間のところにねこうピタッと密着させて当てておきますね。で手をそこは使わずにダッシュで走るわけですよ。で遅く走ってしまうとそれがはらりと落ちて放送事故になってしまうので、早く走らなければいけないというですね、まあなんとも言い方は悪いんですが、もうホームレスのね発想ですね、完全に全裸で新聞紙1枚ですから、はい、で忍者がね遅く走るとふんどしが下についてしまうので、早く走らなければいけないというね、あの発想ですよね。であれでやったんですが、まあ全裸なんでね外で撮るわけにもいかずジムの中でやったんですが、まあ向こう側に遠くに走っていくときにはやっぱりね背中を向けて走るわけなんですが、そしたらね全裸で股間のところにしか新聞紙やってないのでお尻丸見えになっちゃうわけですよ。でこれがまずいということになって、まあ一回はその動画が削除されて再アップされた時にはね、そのお尻の部分に、丸くですねモザイクの代わりにお盆のようなね、それこそアキラ 100% みたいにね、でお盆のような形の丸型にそこに堀選手の顔があって、それがモザイク代わりで入っているということでね、無事事なきを得たと思ったんですが、ジムの中で撮ってるんで壁がね壁一面鏡なわけなんですよ。なのでその鏡でね反射した方、鏡の反射した方にはバッチリ堀井選手のねお尻が映っていまして、まさかのね股間王と臀部王のね、二冠王に輝いてしまうというね状態になりました。で堀井選手がねそこですごいのが、自身のツイッターで、自分のね公開練習の動画上がったからみんな見てくれよな、よろしくって言ってコメントで画像もつけれるじゃないですか。でその画像がねいろいろある中選択できる中、きっちりそこを見逃さずに自分のお尻がね鏡に映ってるっていう画像をそこでスクリーンショットして上げてくれるというね、さすがね今回の企画だけにチンプレーと言いたいんですが、これは普通に好プレーだと思いました。はい、これは好プレーの類なんじゃないかなというふうに思いましたね。はい、でもこれね普通に大人のやってることなんで、多分ね担当の人結構怒られたと思うんですよねお前さみたいな、社会人だろ、尻丸出しってさまずいって思わなかった、何年やってんの、ダメだよお前がね悪いとかそういうところみたいなさ尻丸出しってさ常識で考えてよみたいなさ親の顔が見てみたいよとまでね言われたか分かりませんが、結構怒られたかと思うとそこも含めてなんか笑えるなというふうに思いました。でもねそっちのお尻が出てるので、もしかしたらね公式もバンになってしまうかもしれないということで、K1 を潰した男としてですね堀翼選手の名前が永遠に残るかもしれません。まあそれはいいんですが、4月23日ね後楽園の試合マジで楽しみにしてるんで、まあ本気で勝ってください、よろしくお願いします。はい、そしてですね、私のね好きなニュースばっかと言いましたが、さすがにそれだとねまずいんでそのまずさには自分でも気づいてるんだみたいな、はい、そうです。で本田圭佑選手ですよね、サッカーので、なんか今アゼルバイジャンにいるんですか、私ねサッカー全然わかんないであれなんですが、でアゼルバイジャンといえばねムサエフ選手ですよね。でまあどっかで遭遇したらしくて、ツイッターでね2人で動画撮ってるね写真、はい、
お互いね写ってる写真っていうのもねツイッターに上げてました。全然関係ないんですが、私のね友達の子供が中学校かな高校ぐらいの時にどっか海外行って、でそこでたまたま本田圭佑さんがいて練習しててらしくて、で写真撮ってくださいっつってねツーショットの写真ね昔見せてもらったことがあったんですが、まあ、それも驚きましたが、さすがにねムサエフ選手の方が有名なんで、本田選手とムサエフ選手の写真の方が驚きました。あ、そしてですね、まあ、写真つながりなんですが、安保ルキア選手のジムで、プロのね K1 ファイターやってる弘樹選手いますよね。結構あの喧嘩自慢とか集めて、まあ、YouTube とかでもバズってる方だと思うんですが、あの不良代表みたいなね元やんちゃ代表みたいな方だと思うんですが、そこでですねもう一人のね、ライジンのやんちゃ代表の、はい、この画像で見るとねものすごい進撃の巨人感があるですね萩原恭平選手と、まあ、どういうつながりか全然わからないんですが、ツーショットでこちらもねツイッターの動画数秒ぐらいですね2人でもニコニコしながら楽しそうに写ってる写真、偶然あったのかな、どっかでこう待ち合わせして飲み行くとかちょっと分かりませんがっていう動画も上げていたので、ここはなんかねつながりがあるそうです。はい、そしてねまた個人的趣味の方の話へ行くんですが、大久保博正選手ね、ろくでなしブルース漫画ありましたね、少年ジャンプで5000万部以上売ってる、まあ本当ねすごい漫画だと思うんですが、の思い出話をね語るよっていうのをずっと前から言ってまして、それがもう全然出なかったんですね、予告だけしておいて、で早くお願いしますっていうことをねこのチャンネルでも言ってたんですが、まあそれがねついに出まして、でそれがですね、いつものパターンなんですが、斉藤チャンピオンね、斉藤チャンピオンとコラボした時もそうだったんですが、悟空動画上げましたよね。で今回も同じなんですが、で小木ちゃんは小木ちゃんでツイッターやってて、小木チャンネル公式も多分ねスタッフの方の黒文字さんか青文字さんがね、ツイッターあの運営してると思うんですが、そこでねお互いで結構やり取りがあるわけですよ。で斉藤チャンピオンの時もそうだったんですが、ついにバズる時が来たかっていうねいつものやつですよ、皆さん今までありがとうございますみたいな、これで私たちはねあの人気 YouTuber の仲間入りで羽ばたくことになると思いますみたいな散々言っておいて、今回もですね、あーちょっと待って、全然伸びねえみたいな、今までで一番伸びねえみたいな、再生回数ですね、きちみたいな、きついってことですね、きちマジできちみたいなそのすごい落差のねテンションを見せてくれまして、今回もダメだったみたいです。でもこの理由ね私知ってるんですよ。なんかその漫画の中で10円玉をねギューって曲げれるキャラクターがいて、で小木ちゃんのねお父さん、小木ちゃんもできないのに小木ちゃんのお父さんはそれできるんですって、で酔っ払った時にギューってやってたよっていう話とか結構面白かったんで、まあこういうのはいいと思うんですが、小木ちゃんと黒森さんと青森さん、まあ全員ねおじさんですし、小木ちゃんより2人とも3つぐらい確か年上だったと思うんですが、そのおじさん3人がですね、で斉藤チャンピオンの時は初めの一歩の漫画やってたんですが、初めの一歩がやっぱ全巻揃ってるわけですよ。けど小木ちゃんの場合はその脳内だけで全員が語っていくんですね自分の頭の中だけにあるやつを語ったのを動画で出して、だからうろ覚えのところもあるわけですよ。でそのうろ覚えのところが確認しないわけですよ、てかできないわけですよ、そこに漫画ないんで。ああ確かそうだったねとか、その黒文字さんは司会進行のためか、その小木ちゃんが言ったことにそのシーン思い出してないのに、あああったねあったねみたいな感じで次行こうとしてないみたいな疑問も残りましてそれはねちょっとあの動画の質としてやっぱちょっと下がってしまうじゃないですか。それは小木ちゃんバズりませんよというふうにね私は思いましたが、まあけどね小木ちゃんファンはそこも含めて楽しんでるんで、そういう甘いところもね実はすげえあのごちそうなんですよね、ファンからすると。はい、で思ったんですが、ちょっとその動画見て一個、そのろくでなしブルースの漫画の中でなんかヤクザかなんかかな、戦った時に刃物でお腹をグッて刺されるんですが、そこにジャンプをね晒しの代わりにお腹のところにね巻いておいたのかな、まああのズボンに挟んでおいたっていうので、まあ助かったっていうシーンがあるんですよ。でうおやべジャンプ放送局まで来てんじゃんっていう描写があるんですが、ジャンプ放送局はジャンプの一番後ろでやってた読者の投稿ページみたいなところで一番後ろだったんで、まあギリギリ助かったっていうところね、危なかったっていうシーンなんですが、で大久保選手、小木ちゃんもねそのシーンが好きで真似してそのジャンプを入れてたんですって。でもそんな場面ないと、その使うところがないのにそんなことを勝手にプライベートで俺それぐらい好きでやってたんだよって言ってたんですが、そんなわけないですよね、絶対喧嘩しまくってたんだと思いますよ。普通にそこにジャンプだけ入れて何もないのに生活する人なんていないじゃないですか。小木ちゃんね昔バンダレーシューブが好きだったから、まあ、タンクトップで歩いてたり、あと誰だったっけな、ジェロム・レバンナの真似してなんか金のネックレスかな、して歩いてたりとか、まあもちろんね昔悪魔の子って呼ばれてたのも有名ですし、多分かなりやんちゃで喧嘩のためにやってたとしか思えないですよね、それは。でもまあ今恥ずかしいじゃないですか、32にもなってその喧嘩してたとかっていうこと自体が、だから多分ちょっと口ごもったんじゃないかなというふうに、これはね私の個人的憶測ですがそう思っております。
あ、そうそう、あのね、おぎちゃんも自分で言ってて知ってる人も多いと思いますが、あの小屋暮らしのね、吉田くん、吉田さんっていますよね。結構有名な方で、小屋暮らしといえばこの人が第一人者ぐらいの YouTube で、でその人をなんか小学校かなんかの時同級生でなんかめちゃくちゃいじめててで今コラボしようよって言ったらなんか普通に断られたとか言ってました。私ね、その吉田さんのね YouTube も結構ねいくつか見てたんで、あーと思って繋がってね、当時びっくりした思い出ありますね。はい、そして斉藤チャンピオンと浜崎チャンピオンのチャンピオンコラボ動画というのも上がりまして、浜崎選手はハムソヒ選手に負けてしまいましたが、そのことについて、まあ当時はこだわってたけど、今はもうね全然こだわってないというふうにねおっしゃっておりましたね。ではっきり言って、今冷静にやったら勝てちゃうんでって言ってまして、普通ねこうやってもないで、その想像の中だけで口だけでね言うとちょっとあれなんですが、浜崎選手のこのパターンの場合は私はね信じます。はい、やってませんが、まあ浜崎選手がね勝つんでしょうというふうに思っております。そしてですね、浜崎選手の話となりますと、この間ですね、みんな大好きファミリータイムさんですね、こちらも。でファミリータイムさんに岡田亮選手が出てまして、で岡田亮選手がですね、ハムソヒの選手のことについてその時も語ってまして、まあ、ワン行きましたよね。でその時にですね、いろいろあったみたい、てんてんてんと、でここでは言えないけど言えませんが、ファミリータイムのねお二人、ちょっと収録終わった後お二人には話してもいいですよみたいなことを言ってたんですね。でハムソヒ選手、あの時その伝染病でがね結構猛威を振るってて、まあ今もそうですが、もう日本にも全然来れないんで試合が組めないんで、まあお金にちょっと困ってたのかなっていうね、それは試合できなきゃ困っちゃいますからね、っていう事情だったのかなっていう風潮があったと思うんですが、まあそれだけじゃなかったみたいですっていうことがね、まあうっすら分かってきましたという話ですね。そしてまあこのねファミリータイムさんとのコラボの中でちょっと面白かったのが、岡田亮選手が自身のジムの道場のね先輩でもある大井久保選手と今度のねバンタム級グランプでグランプリで、戦うかもしれませんよね、まあ、その話になった時に大井久保選手と先輩とはまだ戦う覚悟はないっていう風に言ったんですね。でウスマンとバーンズも同じジムで仲良しで何年もずっと一緒に切磋琢磨してきたのに試合が組まれてしまったじゃないですか。でその時に、まあ、ジム分かれて一回会わないようにして試合当日はいここで戦いましょうってなったので、まあ、そういう必要が自分にも出てくるかもしれないっていうことを言ったんですね。そしてその後にちょっと決めみたいな感じで、まあ、シンさんとナオトさんが戦ってるのを見たくないのと同じですよっていう風に言ったんですね。はい、そしたらですね、シンさんの方ですね、お兄さんの方なんですが、ちょっとねもじもじしながら申し訳なさそうに、ちょっとあれなんですがって言って、あの言いづらいんですがって、私今からちょっと悪いことを言っちゃいますとか言って、何言うのかなと思ったら、でも鶴谷レイのインスタライブで見たいですねって言ってたのを聞いちゃってましたよって言ったんですね。で鶴谷レイ選手はね、もちろん岡田亮選手が所属しているところの親分、鶴谷博さんの次男なんですね。でその彼がインスタライブやった時に、多分この時系列で言うと、あの文脈で言うと、その主語がなかったんでちょっとあれなんですが、見たいですねっていうのを鶴谷レイ選手が今言って、シンさんとナオトさんが戦うのを見たいっていうのを鶴谷レイ選手が言ったっていうのはここで意味ないですもんね、そんなこと言っても。多分だから鶴谷レイ選手のインスタライブに岡田亮選手が出て、シンさんとナオトさんが戦ってるのって実は見たくねみたいなことを多分言ったんだと思います。はい、これねちょっとそこにちょっと繰り返しになりますが、主語がなかったんで私の憶測になってしまうんですが、だから岡田亮選手がこれが本当だとしたら、まあ、本音と建前がバレてしまったというか、そこで決めておいて見たくないよみたいな、そういう汚い心を俺が持ってないよっていうのと、あと裏では実は言ってたっていう、ちょっと2つバレてね恥ずかしいことになってしまったというのがね、見れて、まあ、面白かったんですが、まあ、人間なんでね、まあ、このぐらいのことはありますし、まあ、笑ってね、おしまいって程度の話だと思いますが、この時もね本当に岡田亮選手はさすがにねこの後言い訳のしようもないと思うんで、まあ、笑ってコメントなく次のシーンへっていうね、編集になっておりました。はい、そして浜崎選手のさっきのねハムソヒ選手への憶測で勝ち発言つながりなんですが、レオナペタス選手もですね、タケル選手との、ね、試合が終わったあと、一番最初の、ね、まあ、メディア出演というか YouTube 出演が、まあ、メディアも YouTube も兼ねてなんですが、堀翼選手のラッキーパンチチャンネルだったんですね。でその時に話してたんですが、まあ、大槻春明選手に、ね、負けましたよね。でそれで大槻選手へのリベンジはっていう風に聞かれまして、そう、大槻選手の試合もすごいよね、本当に46ぐらいですか、今復帰戦ね、やって、で顔面殴らしてましたもんね、普通にノーガードで、でしかも顎のあたりね、こう普通に殴れみたいなんでかわして、それでね、あの作戦でその後殴り返すとかじゃなくて、カウンターとかで本当にただただ殴らせてましたもんね。で試合にも勝つっていうね。で大槻春明選手とレオナペタス選手の試合もあれめちゃくちゃ面白かったですよね。なのでまあ公式から上がってるんで、まだね未見の人はぜひっていう感じなんですが、
で、そのリベンジはって聞かれた時に、その後の試合見たけど自分が KO 勝ちするだろうから別にと言ってましたね。まあこちらはもうだから、やったらね多分自分が勝つから興味ないっていうことなんですが、まあお互いね、まあ、ハムソヒ選手も大槻春秋選手も多分レベル上がってるんで、その正直言うと勝負はやってみなきゃわからないので、まあ思うようにはいかないと思うんですが、きっともう自分がねそこのベクトルにいないので興味がないっていう風に、まあちょっと言い換えてもいいのかなっていう風に私は捉えましたね。はい、そしてですね、武田浩二選手をね最近追っかけてますんで、1日1回はね話題に出さないとちょっと気が済まないんですが、以前に大沢健二さんとね、大沢健二です、これもねちょっと私意外と似てると思うんですが、まあ、浩二選手のアンチのさ、コラもさ、みんなさ、俺がさ、引き連れてさって、こっちの方が似てるって言われてるんですが、個人的にはね、大沢健二ですの方がいいと思うんですが、どうでしょうか。で、まあいいんですが、大沢健二さんのとコラボした時に、武田浩二選手がこの間ね、実は俳優にもなりたいっていう夢を持っているっていう風な話をしましたよね。なので、まあ、黒石くん、元アウトサイダーの黒石選手みたいになりたくて、任侠映画とかのオファーがあったら嬉しいって言ってたんですが、この時にね、大沢健二さんが武田浩二選手に AV 出てくれって言ったんですね。そしたら武田浩二選手が、まあ、笑いながらですが、出ますって言ったんですね。これもしかして、そっちの俳優ですか、最終的な目標は。そっちの俳優というか男優を目指しているっていうことをいるっていう風に捉えていいんでしょうか。まあいいわけねえだろということで答えは出てるんですが、失礼しました。はい、まあ、ちょっとね武田浩二選手が好きなんで無理やり最後まで話題入れさせてもらいましたが、というわけで、はい、今日はねのびのび自由にやらせていただきましたので、最後までね聞いていただいた方もしいらっしゃいましたら大変ありがとうございます。というわけで本日はこの辺で、ちょっとでもねいいな、面白いなと思った部分がありましたら高評価してチャンネル登録して通知をポチッとオンにして、また聞いてね、下半身を馬にしながら。